に当選者を発表いたします。電光掲示板をご覧ください。当選者はこの方、中井哲也様。当選された皆様は試合終了後メイン総合案内所までお越しください。当選された皆様おめでとうございます。さあ元気で見たいや、これいかに行けんじゃん。ダブルス広島レジーナ、5月3日のホームゲームではたくさんのイベントを用意しています。ここで試合観戦に際してサンフレッチェ広島からのお願いです。ご来場ご観戦時のマスクについてはお客様ご自身でご判断いただき、必要に応じて着用ください。場内コンコースにアルコール消毒液を設置しておりますので、ご自由にお使いください。試合中の動画を SNS などに投稿配信する行為は固く禁止されています。万が一違反に該当する行為を発見した場合は適切な対応を行いますので、あらかじめご了承ください。また周囲のお客様のご迷惑となるため、試合前後のイベントやラウンドなどの際にスタンド前方へ移動したり通路で観覧したりすることはお控えください。引き続き周囲のお客様へお互いにご配慮いただき、ルールを守ってのご観戦応援をお願いいたします。私たちのホーム、ここエディオンスタジアム広島でご来場の皆様の試合観戦を楽しむようご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。